はい、みなともちゃん。アミコガイです。今日はですね、日本経済新聞のウェブ版から、これは5月16日ですね。ちょっと古いですね。3日ぐらい前の記事なんですけども。読んでみます。1月から3月、実質 GDP、年率 0.6% 減。9期ぶりマイナス。まあ、どういうことかというと、まあ、実質 GDP が、年率にして 0.6% 減になった。で、私がよく言う名目 GDP ありますね。あれもマイナスというふうにこの記事では書いてあります。数値は書いてないですけどね。じゃあ、まあ、どんな感じなのかってちょっと読んで、いきます。まずは消費や設備投資、住宅投資が振るわず、内需が勢いを欠いたと。輸出の伸びも鈍化したと。まあ全部成長しなかったってことですね。内需も外需も。で、特にこの内需なんですけども、個人消費が、まあ、全く変わらず、0%。で、生鮮野菜の高騰や実質賃金の伸び悩みが消費者心理を冷やしたと。だから、まあ、内需ダメだっていうと、ボロボロだったっていう話なんですけども、以前上げた動画でも、今年野菜の値段、キャベツとか白菜の値段、とても高いっていう動画を上げました、冬頃。で、やっぱり、本当に高かったんでね。ただ、その生鮮野菜の高騰で、その GDP が上下に変動するほど、日本経済は脆弱ではないと思うんですよね。なんでこういうことに、まあ、主なっていうか、まあ、思い当たる、まあ、例なんでしょうね。例えなんでしょうね。まあ思い当たる例としては、まあそうなのかなっていう。まあ現実的にまあそれもあったのかもしれませんけども。それとあと、まあ実質賃金の悩み。この動画、私の動画でも何遍も言ってますけども、実質賃金上がるわけがありません。経済成長しない限りも上がらないところまで来ました。なんで、もう上げたいんであれば、GDP アップさせるしかないですね。まあ消費を拡大するしかないです。今言ったように、実質賃金の伸び悩みで消費が、消費がまあ冷え込んだと。ならば消費を冷え込ませないように、消費しやすい環境を作って、そうすればどんどん企業も、まあ売り上げアップして、まあ利益もっと上がる。そして、やっぱり将来のビジョンですよね。将来のビジョン、こういう景気が何十年も続くよという、こういうふうな政策をとっていれば何十年も、黒字になりますよという、そういう政策が見えてきて、ようやく、給料に、還元されるんではないかとは思います。なんでね、利益上がってる企業結構あると思うんですよ。あるけども、給料までその利益を転嫁できないんですよね。やっぱり内部留保という形で取っておきたがるんですよ。どうしてかってやっぱ将来不安なんで。将来不安だからもうそれは内部留保として取っておかざるを得ないっていうのは今の状況なんですね。じゃあどうすればいいか、その消費しやすい環境を作るにはどうしたらいいか、もう何遍も言ってますけど、まあ、消費税減税してそれで買いやすくする、それであとは、財政主導して、例えば公共事業、確かここでも、公共事業ありましたね。公共事業が公共事業の投資が、全く増えてないと。0%。なんでね、これを 10% でもアップしたら、相当、あれじゃないですか。まあ、売り上げも良くなって、給料にも、何でも続ければな話ですけどね。まあ、給料にも還元できるのではないんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりおそらく今後、今のような状態では、GDP にしろ、実質賃金にしろ、上がったり下がったり行ったり来たりです。26年前と全然変わりません。なんでね、これ打開したいんであれば、もう消費税減税して、それで財政出動アップする以外には、もう他道ないです。他道はないです。断言します。じゃないと、デフレ経済からも脱却できません。なんでね、前回の国の借金がどうたらこうたらっていうさ、動画ありましたけども、まあ、あれと同じような感じで、もはやもう、日本の司令塔何やってんだと。もう25年連続、まあ、負けてんだから、もうここら辺で今年あたり勝ってもらえて困るよ、という感じになりました。この記事を読んで。皆さんどうお考えでしょうかね。
まあとりあえず、来月ですか、骨太の方針、発表されると思うんで、ちょっとそれを見てまた、解説していきたいと思います。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス、アスタマニアナ。